おい君、そのブローチをつけているとはマダムの用心棒か何かだろう。少し力を貸してもらえないか。もちろん礼は弾むよ。あんたは。失礼した。私はエティエンヌ。マダムにも懇意にしてもらっている商人さ。これから壁の外側で取引があるんだが、私は万兵に目をつけられて行き来ができなくてね。マダムの後ろ盾がある君なら奴らに止められることもないし適任だろう。どうだ君、私の代わりに一仕事してきてくれないかい。いいだろう。おお、助かるよ。何、難しい仕事じゃない。この小袋を壁の外側の取引相手に届けるだけさ。雑貨屋、ハーブ商、酒屋に渡してくれ。約束の品だといえば通じるだろう。中身は何だ。外側の連中が喉から手が出るほど欲しいもの。そうだな、知らない方がうまくいくとだけ言っておこうか。それじゃ頼んだよ。うちの酒はうまいよ。新鮮な魚と果物。ザンブレックまで来たかい。なんだ、ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万兵に見つかる前に約束の品を渡して。これでしばらくはやっていける。ソーラ、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。舌の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あとエティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。ああ、わかった。いろいろ売ってるの。ベアラーだ。邪魔だ邪魔。あっち行け。エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。ベアラーが何の用だ。約束の品を届けに来た。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした。エティエンヌは万兵に目をつけられている。だから代わりに俺が届けに来たんだ。ならさっさと品をよこせ。前回と比べて少なくないか。まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。
ほら、これが取引の品だ。これは葉巻か。丁重に扱えよ。高級品だからな。香水葉巻蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて、あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。さあ、訓練は終わりだ。軍はまた戦の下か。まったく。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身は。気づいたかね。そう、クリスタルだよ。だから俺に中を見るなと言ったのか。おじけづいた君が妙な動きをすれば、目ざとい晩兵に蹴取られるかもしれない。クリスタルの闇取引なんて、見つかれば首が飛んでしまうからね。私が扱っているのはクズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと、外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい？ただ生きるためだろう。それ以上でもそれ以下でもない。なるほど。マダムが気に入りそうな男だな、君は。大事な品を万平に巻き上げられずに済んだ。君のおかげだ、感謝する。マダムにも君の働きについて伝えておくよ。